ちゃ。こんにちは。はい。豊さん。はい。また巨人です。お前もうやめろよ巨人。これ巨人。いやいや巨人おじさんで、うん、巨人のチャンネルにしちゃえみたいな。そういう意見もあるのよ。そういう意見もあるんですね。あやがあるのよ。あるんですか。心ない人が書いてくるんだ。いやでもやっぱり勝っても巨人ってどうしても記事にもなれば負けても巨人って記事になるんですよ。やっぱりねそれはそれだけ注目されてるしやっぱり心配でもある。まあそうだね、はい、まあ、心配心配です。全然心配じゃないよ俺は。本当ですか。いや心配なのは坂本だけだでもね坂本選手もホームラン出たりとか上がってきてるのでね、あれですけどやっぱり野手陣はだんだん上がってきてるんですけれども、その中でやっぱり一向に兆しが見えないという記事がたくさん出ているのが投手陣なんです、はい、でこの動画がもう配信されている時には実際に現実になっているかもしれないんですけれども、例えば戸郷投手が、まあ、中5日、まあ、雨でスライドした関係っていうのもあるんですけど、あと高橋優希投手中4とかもうすでに1ヶ月経ってるんですが、なかなか先発ローテーションが組めない。先発の防御率が 4.26、救援陣の防御率 3.35、まあ、現在なんですけれども共にリーグワーストというところで、ちょっとこれは去年も増して投手陣大丈夫だろうかっていう、まあ、大丈夫じゃないよね、うん、まあ、大丈夫じゃないけども、はい、やっぱ菅野がね、うん、やっぱ開幕前に離脱したっていうのが、はい、やっぱ一番大きいよこれは。まあ、未だにねまだ出てきてないので、まあ、そうだね。だから戸郷と2枚看板、はいはい、それでビーディーとグリフィン、グリフィン、ここが2枚、はい、で若手の山崎伊織と、はい、まあ、赤星かなっていうような、うん、まあ、横川でもいい、はい、でもこれが揃うと、はい、そんなに俺悪い投手陣じゃないと思う。1、2、3、4、5、6枚ビーディーは開幕投手だよね。まだ勝て今の時点で勝てて、勝ててないけど、はい、俺ゲームは作ってたと思うよ。あ、それ豊さんおっしゃってました、ね、だから勝たせないからいけないんだって。だからピッチャーのせい、ピッチャーのせいって言うけど、一番の良薬って一勝じゃない、はい、勝ちゲームじゃない、うん、それを与えることによって気持ちも楽になるし、はい、流れは変わってくると思うんだよね、はい、だからそれをできなかったら俺は野手陣に問題があると思う、まあ、それと、うん、やっぱ全部を勝ちに行こうと思ったら、うん、無理だよ、はい、それは負ける時だってあるわけだから、うん、だから勝てるピッチャーは結局誰なのかっていう、そこなんですよね。だから戸郷でしょ、はい、勝てるピッチャーで、ビーディーとグリフィン、はい、あと横川が出てきたよね。はい、海戦、海投手ですね、はい、だから6連戦4勝2敗でいったらどうなの。お、いいですよ。いいだろ、はい、であと捨てちゃえばいいじゃんいやだからそのぐらいの、だから全部をこう散りばめようとするから、はい、俺はおかしくなると思う。その全部の6枚で勝とうとするから変になるってことですよね。だから他のピッチャー、まあ、例えばいろいろ名前があるけども、はい、そのピッチャーで勝てれば儲けたと思えばいいんだ、うん、全部勝とうと思うとやっぱこうそういう不満とか、はい、ピッチャー大丈夫かってなるけども、うん、じゃあビーディーと戸郷をひっつけて投げさせたらどうなのみたいな、はい、これ一生確実にするのみたいな、うん、でグリフィンと横川を、はい、うん、一緒につけちゃって、うん、じゃあこれ絶対2勝するのみたいな、はい、だから赤星と、うん、山崎より投手とかつけてこれを1勝するのとか、うん、そういうふうに考えていくとさ、はい、オールスターまで5割にいけば、うん、これ勝負になってくると思う。ただ今年の場合は俺は横浜が走ると思うけどねだからそれをそれでそうか、だからまあ戸郷を中5とか、はい、高橋優希を中4で、うん、追っかけようとしてるのかもわからないけどね。あ、そういうことか。そういう読みがあるのかもわからない、うん、だから横浜の落ち目がない。そうなんです。落ちる兆しも、うん、まあ、ピッチャー陣中継ぎ、うん、まあ確かに良くはないけどな。そうですよね。でもいい時なんていうのは直江が良かったりだとかさ、はい、まあ、田中が良かったりだとかさ、うん、あと白木どうしようか。まあ白木ね、まあ、白木もまだ頼りないけどね、うん、はい、まあ、だけどしっかり投げてくれるしさ、うん、だから何でもそうだけどさ、やりくりだから。そうですね、うん、ただこれ開幕からきちんとずっと投げてるのってこの戸郷投手、ビーディー投手、グリフィン投手、この3名
いや、この3人は俺ゲーム壊してないと思うし、うん、作ってると思う。そうですね。ただ BD に勝ちがついてないっていうのが悪く見せるだけで、3点取ってりゃ勝ってるよみたいな4点取ってくれる楽勝だよみたいな、うん、そういうゲームを作ってるしさ、はい、だから自分の投球ができてないんですねみたいな、それは疲れもくるよ、まあ、で勝てないと、ね、もうストレスも溜まってくるよ。いや、初めての土地ですもんね。そうよ、国もそうだし。ただそうなると例えば山崎より投手、横川海投手、赤星投手、この3人っていうのはじゃあこの後はずっとこのローテーションに入れるだけの、赤星は俺は中に入れた方がいい、はい、中継ぎ、うん、横川海投手はどうですか。やっぱ先発だろうな、うん、先発がいないから。でなんで中継ぎで使ったのかちょっと意味が分からなかったけど、はい、まあでもああいう使い方もあるんだなっていうふうに思ったけどね。あとはね、赤星はね、もう少しね高めを使った方がいい、うん、コントロールがいいだけに一定の高さしか来ないわけ、はい、本当に安定してるから一定の高さという意味で、いい意味で、いい意味で、いや悪い意味だよ。あ、逆か。だから打たれちゃうってことなんですね。そうそうそう、あれね、高めを使った空振りする率の高いボールを持ってると思う。それがピッチングコーチが言うべきなのか、キャッチャーがそういうリードをするのか、もう自分で気づけってもう人に任してんだって自分で。いや俺はね、はい、なるほどなと思ったのは、うん、高め危ない、低め低めって言うけど、高めで勝負できるピッチャーたくさんいるなと思ってさ、阪神の村上がそうだよ。村上が高めにパーンと投げた時はほとんど空振り取る、うん、ああいう感じだよ赤星は。逆によ、低めに投げたい球が高めに浮いてホームラン打たれる時があるよ、うん、はい、なんで高めで低め投げないんだとか怒るかもわかんないけど、あれ逆に高めを狙って高めのコントロールがつけば俺は赤星は勝てると。それで相手が空振りしてくれる、空振りすると、うん、だからもっとね、ジャイアンツのピッチャーは高めを使う練習をした方がいい。あんでもかんでもキャッチャー、うん、こっちこっち抑えるかなってそう、高めビンビン行かせないと、うん、思い切って、うん、の方が俺は再生という意味では俺はなんか早いと思う、うん、で赤星投手は中継ぎの方が向いているっていうことですよね、うん、今どういう打ち方が流行ってるって森藤も知ってるだろ、うん、あのアッパーですよね、まあ、アッパーという煽り打ちね、はい、うん、煽り打ちで一番打ちにくいのは高めだから、ね、うん、確かにそうです、インハイだから、でもそこにビューンと投げれば、そのコントロールつければストライクギリギリの高さよね。だから低め低めなんてもう時代遅れだから。そっか、うん、と俺は思うよ、うん、まあ、低めももちろん大事です、大事だよ、うん、今日の状態では高めいきにくいなって言ったらやっぱり低め投げなきゃいけないし、だけど今日はちょっといい力あるなって言った時は高めビューンと投げる時は思わず振ってしまうから、はい、絶対に、うん、言いといてみいや確かにそうですよ。いや本当だ、うん、だから俺はジャイアンツのピッチャーが育たないとか、うん、どうのこうのっていうよりも、うん、やっぱ考え方一つによってこう変わり身を出せるという、はい、それは俺は思うけどね。そうです、だからみんなね球威がないわけじゃないのよ、うん、ジャイアンツのピッチャーって、はい、球威はあるのよ、直江とかでも、うん、そうだもん。やっぱ高めの使い方をもうちょっとうまくやればいいと思うね。そうですね、で気をつけてだってさ、ホームラン食らうんだから。そうですよね、甘いとこ行きや、うん、でもそこを思い切って投げるか、はい、ね、ああしまったと思うボールにするのか、うん、それはもうまた別だからさ、うん、そこら辺は少しちょっとデータを取ってみるのも面白いと思う。そうですね、まずそこからマインドから変えてみるっていう。だから打たれてるのは中途半端なボールだ。あ、どっち使うの、まあ、絶対そうだって。でもよし、この球で高めでやってやるみたいだったら、うん、空振りしてるよ、うん、球威のあるピッチャーもね、多い。いや、多い多いだけに、そうですよ、ね、うん、だから多いから、今はもう低めの時代じゃなくて高めの時代だって、またね。そうですね、うん、で今、まあ、赤星投手は中継ぎの方がいいんじゃないか、横川投手は先発向き、うん、山崎より投手もやっぱり先発向きですか。監督ぶち切れてたな甲子園でボルカセみたいな、嫌ですみたいな、嫌ですって何か言ったのかどうか知らないけど、いいから出せみたいな、いいから守るっていう
もうお前らの顔見たくないみたいな、はい、なんか夫婦喧嘩のようだったけど、そうですね、そんな感じの勢いの怒りだったけど、わかるな気持ちが。やっぱそれはわかりますか、東京見ていて。そらね、期待するよ。ですよね。そら前回の登板が良かっただけにさ、なんもういきなり2回3回で8点かなんか取られたら、もうがっくりもいいとこだよ。もう疲れちゃう、もう、もうその15点だろ、取れたら結構もうどうしようもないよ。まあだけど力のないピッチャーじゃないし、はい、やっぱシュートの使えるピッチャーだけにね、うん、まあここら辺はやっぱこうしっかりさ調整できんかなと思うけどね。そうですよね、安定したピッチング、本当にあの白黒白黒っていう、いや本当そうだよな。そうなんですよ、そんなことしてたらバッターにしちゃうぞみたいな。バッティングいいか、そういいんですよね、山崎よりいい投手。でも豊さんが考える、そしたら、まあ、戸郷投手、ビディ投手、グリフィン投手、そして横川投手は、まあ、先発4として、あと2人を先発に入れるとすると誰が向いてるんですか本来なら。まあ、いやだからあれでいいじゃん、オープナーで、おーブルペンデーにすればいい。あ、小刻みにブルペンデーですか。それでいいと。それ菅野投手が戻ってくるまでだったりとか、いやそういうこともやってもいいと思う。中継ぎピッチャーもずーっとベンチでさ、なんか暗くないか、電気はついてるけどさ、なんかこうなんか疎外感を味わいながらブルペンにいて、はい、ドキッとするよね、多分ね、電話がかかってきたら、俺出番作れよみたいな、うん、で誰ですかみたいな、あ、お前かみたいな、あ、よかったみたいな、ほんで作り出して、うん、また電話がかかる、行くのかって言ったら、今変えないつもりだからみたいな、ちょっと休めみたいな。そうじゃさ、うん、もうブルペンでって言ったら、うん、もうこいつは何回こいつは何回こいつは何回みたいな決めるから、うん、リフレッシュも含めて、うん、そういうのもやってみたらどうなのかなと思うよ。そうですね、今こういう投手の事情だけに、そしたら作る無駄もないじゃない。はい、次の回からお前だみたいな、もうこうやって作って、うん、ストレスなく行くみたいな、うん、もうどんな状況でも行くみたいな。6枚揃えなくても5枚いたんだったら1試合はもうブルペンデーにしちゃうとかさ、うん、そうですね、で完投能力の高い戸郷の次にやるとか前にやるとか、あーどっちかです。そう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 、うんうん、だからもうそういう風にしとけばいいんじゃないのかなと思うんだけど。そうですね、もう苦しい、やりようはね、いっぱいあるんだけど、うん、固定観念があるのとやっぱ先入観っていうのがあるよね。先入観で見てしまうとちょっと変わったことをやると、あいつは何考えてんだみたいな、はい、こんな顔して怒るやつが、ね、コメント欄、ね、SNS でも、はい、あ、バカじゃないのかみたいな、はい、そういうコメント欄が来るけども、来ますね、でも、うん、それもやっぱこう試しだから、あ、本当そうですよ ね、いや本当そういうね、固定観念だとか先入観で捉えられても、うんうん、それはいいじゃない別に、うん、勝つ方法としてやるんであれば、はい、ね、それで勝ったら、お、面白いことやった、そう、そう、変わるんですよ、結果も全然違う、ね、そう、天と地のね、コメントの違いになるので、そう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 、だから、うん、まあ、そういうこういうコメントをね、気にせずに、うん、そうですね、まあ、そういうこともありかなというふうには思うけどね、うん、そうですね、だから豊さんが、はい、まあ、例えば投手陣、ピッチャーに関してはちょっと高めで攻めてみるっていう、高めで攻められるピッチャーたくさんいると思うし、赤星なんかはコントロールいいから、うん、その高めを、あ、回転数もいいからね、うん、だからビューンと投げたら思うと振るよ。ね、そうですよね。うん、で打ち取れるよ。うん、おいよ高め行くぜみたいな。ね、もう言っちゃったらダメだよ。そうですよね。来るの分かっちゃう。言っちゃったら球威がないから。そうですよね。思わずピャンと投げる。そうですね。高め行ってみる。はい、あとはもう新しい策をブルペンデーみたいに考えてみる。そう、ブルペンデーを作ってもいいと思うね。そうですよね。はい、